はい、どうもこんにちは。マイクロメートルグラスのゆうすけです。よろしくお願いします。今日はですね、ボリューム5ということで恋のお悩み相談室始まります。ではですね、早速、先生の方をお呼びしたいと思いますので、いきます。ミスターボーブ、どうぞ。うえ、うえ、チース、ういーす、いえ、スケちゃん、スケちゃん、イエーイ。はい、どうも、元気？こんにちは、元気でございます。先生、今日は随分調子がいいそうで。そうですね、はい、そうっすね。顔色がね、すごくいい状態ですけど、なんかいいことありました？いや、もう毎日アゲアゲでパーリーパーリーのポンポンよ。はい、じゃあ今回こんな感じで、前回とね、また随分キャラが違うんですが、なんか人格障害とか先生持たれてます。今日はパーリーピーポーな感じですか？そうですね、いろいろ試行錯誤を。なるほど。では今日は皆さんラッキーということで、はい、パーリーバージョンの先生を、ね、先生に相談ができるという。そうですね、ポンポンポンで。皆様ラッキーでございます。今日の相談者は、はい、ではちょっとですね、はい、早速いきたいと思いますので、タイトルのコールの方をさせていただきます。はい、よろしく。いいですね、今日。すごいいいですね、俺それ大好きですね。そのキャラいいですね。先生とはちょっとかけ離れてますよね。いや、恋愛マスターしたらもうだんだんこんな感じになるんじゃないですか。皆さんそうらしいですよ。恋愛をマスターしたらちょっとこうイケイケな感じになるということで、よろしいでしょうか？はい、はい、では Mr. Bob Presents 恋のお悩み相談室、ポンポンポン、イエーイ。これは後で聞いたら死にたくなりそうな。黒歴史がたくさん YouTube に残っていきますのでね。毎週黒歴史を現在進行形で増やしていっている。10年後ぐらいにね、ちょっと聞いてみて、もうね、ちょっと死が早まるというぐらいの恥ずかしい思い出が残っておりますが、皆様、患者さんがね、待っておられますので、ね、身を挺して、そうですね、削って身を削って身を削って解決していきましょう、先生ね。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ではですね、この番組はですね、ちょっと最初に説明させてください。はい、この番組よ、この番組、このチャンネルはですね、ご覧のスポンサー。このチャンネルはですね、恋のお悩み相談室というチャンネルでございまして、チャンネルじゃねえな。それをする人にバンドなんですね。バンドのチャンネル、コーナーです。はい、コーナーです。これはまあミニコーナーということで。そうですね、ミスターボブというね、恋愛マスターという肩書きを持たれておられます。はい、ボブ先生にですね、はい、皆様のお悩みを解決してもらおうというコーナーでございますので、よろしくお願いします。はい、では早速いきましょう。はい、今日の最初の投稿者、患者さんはですね、ラジオネームジコジコさん、うん、ちょっと危ないラジオネームですね。ジコジコさん、20代男性ということで、はい、はい、僕は大きなおっぱいが好きなのですが、うん、付き合う子がいつもおっぱいが小さいです。多分 B ぐらい。彼女と街を歩いているとよく巨乳様に目が行ってしまい、喧嘩になったりもしました。はい、でも巨
巨乳が好きだとは彼女は知りません。多分、てんてんてん。その理由で別れようとは思っていませんが、一生に一度でいいので、わしづかんでみたいです。おいおい、どうすればいいですかというお悩みが届いております。あー、なんかあれですね。はい。ちょっと落ち着くというか。そうです。僕らのホームグラウンドに入ってきましたね。ちょっと真面目だね。前回とちょっとね、真面目な感じでね、後半は続いたので、はい、ちょっと今回。おっぱいが好きで、大きいおっぱいが好きで、そうですね、ジコジコさんは、はい、大きいおっぱいが好きなんですが、彼女は小さめ、多分 B ぐらいということですが、はい、こういう場合はどうすればいいですかと、まあ、女性側の意見にで言わせてもらうと、はい、踏んでください。クソか、クソですよこいつは。自己自己さん、はい、こいつはクソだと、はい、うん、なるほど、そうですね、女性をこうおっぱいが大きい小さいで判断する男は、まあ、はいはい、自己自己さん、先生が怒られてますそうですよね、あの本当に思うんですけど、もし女性がそのなんていうんですか、男の、うんうん、大事な部分、一物を見て小さい大きいだけでね、こう判断されたら、あ、それ、ね、めっちゃ気にする、たまったもんじゃないですよね、男の人もめっちゃへこむな多分、はい、それと同じで女性も、うん、おっぱいが小さい、おっぱいが大きい、なんかもう関係ないと、はい、はい、ちなみにボブさんから言うおっぱいとは、はい、おっぱいとはちょっと広いな僕、まあでも僕は、はい、あんま大きいのは好みではない、好みではない、なるほどなるほど、まあでもこのここで好みではないということにより、はい、俺はもう優劣つけてる優劣つけてるじゃないかっていうあ、そうですね、あの今いい単語が出たんですけど、はい、優劣、これね、はい、おっぱいに優劣をつけるのはもう否かと、いやもうナンセンス、ナンセンスですよね、もう恋愛マスターからすると、はい、まあ先ほど先生が優劣大引きおっぱい嫌いだと好みではないと、そこまで好きではないっていう感じですか。そうですね。あの小さいというか、うん、そこまで大きいと、うん、ちょっとビビってしまうですね。ああ、なるほどなるほど。あの僕の友人からですね、急に夜中連絡が来まして、はいはいはい。今ラブホにいるんだけど、はい、その相手の女の子のおっぱいが、はい、あ、はい、でかい、でかすぎて、はい、どうしたらいいかわからないっていう相談を急に受けまして嘘やろそれ、なんで嘘つくんですかいや本当です、これほんまこれ本当にあったんですけど、いや知らないよと言っただけなんですけどね確かに、うん、そうですね、どうし、やっぱそういう人は少なからずおるんですかね、うん、おっぱいでかい、おっぱいでかい、怖い、やばい、 いや、いると思いますよ、あ、迫力が迫ってくる感じが、どう扱っていいのかわからないみたいなね、あ、その感覚あるんかもしれないですね、うん、俺の手には負えない、そう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 、その感じね、対比対比って敵は強すぎる、対比対比っつって出たい出たいってそうですよね、僕もはい、長年俺はどういうおっぱいが好きなんだろうってこう長年研究、自分なりにね、自分と見つめ合った時期もあるんですけど、いろいろありますよね、はい、大きさ形、はい、的な、そう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 、で本当にもう小さいおっぱいだろうが大きいおっぱいだろうが、はい、みんな素敵というね、ああ、うん、そうですね、結局行き着くところは、うん、しかもちょっと思うのが、その結構女性ばかりが
こう外見を見られがちというか。あー確かに。そうそうそう、なんかめちゃくちゃ毛深い男が、はいはい、なんていうんですかね、女の子に向かってはちょっとチクチクするみたいな、はい、言ったりとか、え毛剃ってくれよみたいな言ったりとか、だらしない男が、あはいはいはい、女性に対して、そうそう、おいちゃんと化粧しろよとか言ったりとか、はいはいはい、ああもうそうそうですよね、もうスカンそういうおいはそういうスカンたいね先生、もう存分にキャラがブレまくってますけど最初のクラブキャラはどこ行ったんですか？あの人はもう帰りました。帰りました、はい、早番やったんで早番シフト制なんで、キャラだいぶ人格障害がね来てますね、はい、ということなんで、まあこのジコジコさんは、はい、巨乳が好きそうですね、何でしたっけ質問そろそろ向き合ってあげな、そうですね、もうちょっと説教しすぎましたね、はい、はい、ですね、まあ、大きいおっぱいが好きだと、で彼女は小さい、はい、で、一生に一度でいいのでわし掴んでみたいです、うん、どうすればいいですかということなんですけど、このジコジコさん女なあこのジコジコさんなあういこのジコジコさんは、はい、彼女のことは好きなんですよね、うん、別れたくない、別れたくはない、そうそうそう、でも一生に一度でいいのでわしづかんでみたいということなので、まだ救いようがあるというか、はいはいはい、そこまで腐ってはいないなという感じですよね、彼女は大事に、そう彼女は大事、はい、まあでもこれ安易にお店、はい、行けばいいじゃないって言っても、それはもう彼女に対する裏切りですもんね。まあそれはそうですね。店行って、うん、おっぱぶいって揉む。それは簡単な揉むのは簡単なこと。これあんますっごい気持ち悪かったですね。はいこれ。さっきちょっとカットしてわかりました、パンつってから、はい、編集で作る、わかりました、 Break it down、 はいということですけど、まあお店行って揉むのは簡単ですよね、そういう解決方法じゃなく、うん、これを解決する、でっかいおっぱい揉みたい、揉むのはけど彼女は小さい、はい、迷信で揉んだらでかくなるとかあるじゃないですか、はい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 、はい、ありますね、あれどうなんですかね、揉めば揉むほど大きくなるということで、彼女のおっぱいをもうひたすらに揉むと、うん、揉むのはでもでかくなりました、そのいや僕そんなにはそんなに問題、問題記憶ないです、ね、実験がしてないんでデータが足りないですよね、迷信、あくまで迷信の域を出ない、それか信長書店という、あ、はいはい、書店に行ってもらって、はい、大きいおっぱいを売ってあるじゃないですか、大きいおっぱいがありますね、はい、結構大きいのあるじゃないですか、そうですね、ああいうのってだいたい大きく作るので、はい、うんうん、まあそれを買って、はい、それを揉むと、ああ解決しました、はい、というか補足でアドバイスするなら、はい、やっぱあれシリコンじゃないですか、はい、でもゴムっぽい感じ、あ先生感触経験が終わりですか、まあいや男の人はみんなです男性はみんな、はい、持ってます、あのおっぱい揉んだことがあると、うん、でもお店行ってなんかサンプルみたいな、はい、買う気はないですけど、とりあえず一回揉むじゃないですか、あそうそうですね、そうですね、サンプルね、まあああいうグッズってなんかちょっとゴムっぽいというか、
それ気になるのであれば、シャツ1枚、はい、着させてあげたら、おお、もうそれはもうおっぱいなんで。あ、それいいですね。シャツ1枚を着させる、すると、もうまるで本物のおっぱいかのように、はい、それが揉めちゃうと。ゴムっていう生きてない無機物から有機物に、生きてるので生物になるんですよね。ああ、なるほどなるほど、すごい奥が深いですね、はい、いや浅いと思いますよ科学的な見解科学的な見解かと思いましたけどというですので、はい、処方箋は、信長書店のポイントカードたまったやつ500円割引ですをプレゼントはい、ということで、ジコジコさん、信長書店の500円分のポイントカードをですね、処方箋として出させていただきます、はい、足しにしてください。足しにしてください。それしか解決の方がねないと思いますので、はい、はい ということですね。はい、ご投稿、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。いいですね、なかなか。今日も快調ですね。今日、調子いいですね。調子いいですか。じゃあ、早速、続きまして。はい。ラジオネーム、パート節子さん。私は彼とのセックスについて少し悩んでいます。はいはい。小さいことかもしれませんが、私は彼氏に、耳元で囁いてほしいのです、はい、はい、この前それなりにお願いしてみたのですが、はい、恥ずかしいよと言われてしてくれませんでした。ひょっこりはん、ひょっこりはんすか彼氏は。でもどうしても彼の声を聞きながらしたいです、はいはいはい、というお悩みをいただいておりますが、そうですね、こういうのは、うん、まあ種類は人それぞれやけど、はい、まああると思いますよ、うんうんうん、性癖って自分の好きなのを出すのって恥ずかしいですもんね、はいはい、いくら彼女彼氏といえ、まあそうですね、全部を出すっていうのはちょっと恥ずかしいかもしれませんが、まあ、この節子さんはどうしても彼の声を聞きながらしたいということなんですが、はいはいはい、ちなみにボブさん、はい、行為中にはですね、はいはい、声とか耳元で囁いたりします？あ、僕がやる側ってことですか？そうですね。いや、僕どっちかというと好みはやられる側あ、なるほど。あ、囁いてほしい側ですか？声を出してほしい側ですか？あー、うーん、そうですね。例えば、なんかどういった声を俺に浴びせてくれありますか？いやー、まああれですね、うん、先生おすすめの女の人から男に声かけると、羞恥心を煽るような、ほう、例えば恥ずかしくないのみたいなあーららみたいなやつ、エモがチラチラ出てる先生はいじめられる方が好きな感じなんですかね、じゃあ。そうですね、うん、なるほどなるほど。責める方ってかわいそうになるというか、心が傷つくんですよね、自分の。あ、そうなんですか。人に強く言ってる自分がすごく怖くなるというか。へえ、そうなんですね。ちなみに僕は、はい、多分 S なんですよ、はいはい、なので逆にそのいじめられる側の気持ちが全然わからないんですよね。いや、でもわからないです。全然ってわけじゃないかもしれないですけど、まああまり好きじゃないですね、責められたりするのは。これも前回放送の誰しも女性の部分、女性でも誰しも、ああそうですね、そういう感じですまあ前回の放送でまあその LGBTQ っていう
話に触れたんですけど、はい、まあ 100% 男 100% 女っていう、もう分けられないということがあるんで、まあ、この状態でしたら、まあ、100%S、はい、100%M っていう状態はないと。そうですね、言いたい感じですね。そんな感じですね。だいたいそんな感じです。なるほどなるほど。まあこのパート節子さん、あの女性なんですけど、はい、ですね、ちょっと調べてきまして、おう、これネット情報なんで、うん、ちょっと確かかわからないんですが、大体の知識はネットで得た知識。そう、大体の知識をネットで拾ってますんでね、僕、言葉攻めだけで、はい、オーガズムに達する場合がある。おお、どんなテクニシャンだよっていうね、これ。すごいですね。ものすごい言葉攻めですよね、これ。はい、で、あとは、まあ、女性は男性よりも想像力が優れていることが多く、はい、思考だけでオーガズムに達することができる場合もあると言われてる。まあそういう人もおるですもんね。うん、なので節子さんはその言葉攻めをしてほしい、はい、それによってより想像力、よりこの思考がね、はいはいはい、こう興奮状態になって、それがいいと。そうですね、やっぱ耳、目耳で、うん、からの興奮する情報を得た方が、うんうんうん、下半身よりも脳に近いですからね。それダイレクトな刺激にはなりうると思いますよ。ですよね。でちなみにこれ多分この節子さんは M 気味ですよね。まあ話聞いてる限り、限りではね、はい、だったらこの先生はこの気持ちが結構分かったりしますよね。そうですね。ね、はい。ということで僕はですね、今回その女性が男性に言ってもらいたいセリフ集というものをですね、集めてきました。ちょっと多分雲行きが怪しいですねこれ。え、いやーやなそれ。まあ、え、どう、何なんですか。はい、ちょっとねセリフ集っていうものを集めてきまして、はい、まあそのこのパート節子さんがですね、このラジオを聞いているとするならば、はい、少しでもちょっとね僕たちがお助けにならないかなと思いまして、ほう、そのイケボ、はいはいはい、イケボイスで、はい、節子さんは少しだけちょっと慰めてあげようかなと。え、マジで、はい、思いまして、ちょっとですね、王さんにこの中からですね、おい、一つ選んでもらって、あの先生なりの言葉攻めっていうものを言ってもらいたいなと思ってるんですけど。お、いいぜ。どうですか。いいぜ。あ、すごいイケボですね。すげえぜ。おい、これ大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫。それゆうすけくんが判断するかどうかじゃないですか、ね、僕も一つ選ぶ。大丈夫、僕も一つ選ぶ。大丈夫かどうかは我々が判断することではない。はい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 、じゃあ参ります。え、はい、あ、どうですか、はい、あ、いきますね。はい、節子さん聞いてください、どうぞ。行くときはちゃんと言ってね。あの笑うなり。これラジオってあの声にできないぐらいの笑いって入らないですよ、ね、あの無視しとるように聞こえるんですよ、ね、そうそう、すげえ滑っとるように聞こえると思いますよこれ。すいません、滑っとんですけどね。いや、いいですね、なかなか先生。じゃあ僕もちょっとイケボでいきます。はい、お願いします。節子、こんなに濡れてるよ。これ怖いな。怖いな。怖いな。これちょっと今節子さんね、はい、あの多分思ってることがあると思うんですけど、もうお前らの声じゃねえよ。
はあ、ダメですかね。多分ダメだと思いますね。やっぱり彼氏のね、ああ、ない時も切り取って、そうですね。あのバッサリカットしてもいい状態。いや、その今の部分切り取って、はい、iPod にでも入れてもらえたら。なるほどなるほど。あ、いいですね。でも、はい、なんかこれ発見しました。あの彼氏があんまり声出してくれない、うん、出してくれないっていうか囁いてくれないみたいな話。はい、もしかしたら。うん、彼氏も言われたい。ああ、なるほどね。彼氏も同じことを考えている可能性。はい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 。彼氏はド M なんだ、これ多分。あ、彼氏も言われたい、はい、と思ってる。なるほど、M と。はい。じゃあこれパートスーツ子さんも M。はい。彼氏も M。はい。いう状態なんですかね、これ。言っちゃえば。そうですね。あらららら、ら両方ディフェンスですよ。ディフェンダーですよ、両方。両方ディフェンダー。はい。ってことは、攻めるもうとかない。攻められない。そうですね。サッカーだったらもう、お見合いっすよね。はぁ。お互いの陣地で、おっしゃ、怖い。ボールがあっても、どうぞどうぞみたいな。そう、センターラインにずっとボールある。試合が動きません。しゃ怖いみたいな。カウンター狙うぜみたいな。両方が試合が動きませんね、それ。そうですね。先生からするとそういうことかもしれないですよね。はい、両方が M だと、はい、いう場合の解決方法とすれば、当番制にしましょう。素晴らしい。偶数回と今来ましたね。奇数回ね。ビビッと来ましたね、今。もう、いや、素晴らしい。さすが恋愛マスター、ミスター・ボン。いやいやいや、当番制。はい。素晴らしい ご回答です。はい。ということで、はい、処方箋の方なんですが、はい、僕の会社で使用しているシフト表、こちらをお送りしますので。はい、ということでスーパーと節子さん、ボボさんがね使われているシフト表シフト表を処方箋として出したいと思います。はい、そうですね。あのエクセル形式なので、あの月始めにあの、はい、祝日のとこだけ色を変えてください。はい、その方が見やすくなります。ということで、どうもごとこありがとうございました。はい、ありがとうございました。マイクロメーテル・ラディオ